自家、立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党常任幹事会議長、同党青森県連共同代表、衆議院議員、農林水産大臣政務官参議院国土、交通委員長、民主党青森県総支部連合会長代表、民進党参議院政策審議会長、国民民主党副代表、青森県総支部連合会代表などを歴任した。父は、 農林水産大臣、参議院議員、衆議院議員、無所属の会代表等を歴任した、田辺正美。青森県八戸市生まれ、八戸市立吹上小学校、八戸市立第一中学校、青森県立八戸東高等学校、玉川学園女子短期大学卒業。短大卒業後は父、田辺正美の秘書を務める。2000年、 第42回衆議院議員総選挙に民主党公認で青森三区から出馬したが自由民主党の大島忠盛に敗れ重複立候補していた比例東北ブロックでも時点で落選した2003年日野一郎の死去により繰り上げ当選同年の第43回衆議院議員総選挙に青森三区から民主党公認で出馬するが 再び自民党の大島に敗れ、比例東北ブロックでも、赤配率0.1%の僅差で落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、前回に比べ、青森3区での得票数は大島に大差をつけられるも、比例東北ブロックで復活し、2年ぶりに国政に復帰。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、 青森3区で大島を猛追し、一時は日本テレビが大島の選挙区落選を報じ大島自身も選挙事務所で支持者に対するお詫び会見を行うもこれは後報であり、367票差で田辺が敗れ、比例復活により参戦。2010年9月、官大一次改造内閣で農林水産大臣政務官に任命され、官大二次改造内閣まで務めた。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙でも大島に、敗れ、比例復活もならず落選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙でも大島に、敗れ、比例復活もならず落選。2016年7月の第24回参議院議員通常選挙に、青森県選挙区から民進党公認の野党統一候補として、 立候補し、山崎力に8052票差で当選。2016年民進党代表選挙では、連邦の推薦人の代表として、東北の民進党議員の票を取りまとめた。2017年9月、民進党参議院政策審議会長に就任した。2018年5月7日、 民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。5月8日、国民民主党の幹事長代理と参議院、政策審議会長に就任した。9月11日より、党副代表。2019年10月4日、参議院国土交通委員長に就任。2020年8月23日、立憲民主党と国民民主党が回答して設立する。 合流新党への参加を表明した。同年10月24日、合流新党の立憲民主党青森県連の設立大会が開催され、田辺と元県議の山内隆が共同代表に就任した。ありがとうございます。